はじめまして。バーチャルヒューマノイド、ロゼです。今回は、バーチャル YouTuber を作成可能な、Adobe キャラクターアニメーターに関する紹介を行います。Adobe キャラクターアニメーターを用いることで、私のような 2D キャラクターを簡単に動かすことができます。サンプルに沿って作成するだけです。顔の向きは段階的にある程度角度を変えられます。髪の毛は揺らせます。まだ機能はあまり多くないかもしれませんが、2D の強みといえばアニメーションです。別途作成したアニメーションと組み合わせることで表現力は無限大です。簡単動画配信。ライブ 2D を用いている方と同じく、キャラクターアニメーターでも動画配信ソフトと組み合わせることで簡単に動画の作成もできます。ゲーム実況動画も思うがままです。スペックアップ。後にキャラクターの表情を変更したり、場面によってはキャラクターを拡大縮小したいなど、もっと凝ったことを行いたい場合は本格的な動画編集作業に入ります。Adobe 製品であるキャラクターアニメーターはそのまま動画編集ソフトのプレミアに読み込むことができます。プレミアとキャラクターアニメーター両者を用いた動画編集は結構な PC スペックが必要となってくるため、札束を用いて解決しましょう。終わりに。キャラクターアニメーターは Adobe 製品と組み合わせることにより表現力アップや動画制作時間の短縮化につながります。ご興味がありましたら体験版をダウンロードし、その素晴らしさをご体験ください。以上、ロゼがお送りしました。次。